それでは今週もゲストコーナー、先週に引き続き三田こと増田瑞希さんをお迎えしております。今週もよろしくお願いします。よろしくお願いします。先週に引き続きですが、はい、映像でねご覧の皆さんは、こんにちは、こんばんは、おはようございます。これ僕の、地元の長野県佐久市というところの FM 佐久平というラジオ局で、リメンバーズという僕の番組をやっていて、うん、その中のゲストコーナーというのをお送りしていて、うん、ゲストトークをお送りしているので、ラジオの方は、そちらでオンエアされてるんですが、うん、今回は、先週に続きですが、スタジオ機器にお邪魔して、はいはい、先ほどセッションも ね、そうですね、演奏も2曲、うん、ちょうど収録したところなんですけども、はいはい、二人は夏雲という、今回リリースになった僕のソロ曲、ご一緒させていただいたソロ曲を生セッションし、うん、そして、ミーダの、メルトナイトというすごい僕の大好きな夏曲をコラボさせていただいて、夏曲だね、一応ね、うん、あ、わかんない、夏曲だとすっかり思い込んで、夏曲、夏曲、ね、なんかこう、うん、暑い中ですごい気持ちよく、うん、聴ける曲だなと思って、うんうんうん、それをやらせていただいて、はい、映像でご覧の皆さんは、そちらももう YouTube に公開されてるのかな、はい、と思いますのでらしいですよ、ね、ぜひ見ていただきたいなと思いますが、はい、で、先週はいろいろこう2人は夏雲という曲の、制作のことだったりとかを、うん、中心に聞かせていただいたんですが、今週はちょっとまたいろいろメールもいただいているので、はい、まず、ラジオネームチョビさんからですね、これちょっと先週も話しちゃったんですけど、はい、過去にも話したことあるかもですが、出会ったきっかけと、それからお互いの印象についてお聞きしたいですみたいな、これちょっとね先週話したことと重複しちゃいますが、うん、きっかけはそのコウキ君で、うん、僕が最初にコウキ君と飲み会で一緒になりっていうところで、うん、その後スタジオ聞きで瑞希ちゃんにお会いして、はい、でもなんかそのね骨格の話も先週しましたけど割とこうなんか初対面の時から僕もすごいこうなんていうか、うん、まあ一方的にもちろん知ってはいたんで、あ、ありがたい、っていうのもあるかもしれないけど、うん、なんかこう初めてな気もしなかったので、うんうん、でね、なんかすごく音楽的にもももちろん僕はミーダの音楽が大好きなんで、いや、ありがたいな、それは。なんかそういうシンパシーもあってすごく一気にこう距離が縮まって、そうだよね、この1、ね、2年でね、本当にで、やっぱりスタジオ機器で YouTube の方で僕らバンドとしてもこう、うん、一緒に曲をセッションしてっていう、うん、もうそれですごく一気にやっぱなんかこう、うん、縮まった感じもするし、そうだね、うん、すごい楽しいセッションをやらせていただいてるんで、毎回本当に、うんうん、最高な気持ちになってますよ、ね、本当ですか嬉しいな、うん、最初の印象って どうだったんですか、本当にそのお兄ちゃんに似てるなだったの、なんかじわじわお兄ちゃんに似てきたあ、なるほどね、実際は そこまで別に似てるわけじゃないんだよね、そうそうそう、なんだけど雰囲気って、雰囲気が、はいはい、もしかしたら同じ種族かもっていうところを途中で気づいて、はいはい、お兄ちゃんって呼び始めて、多分最初はクラシナ君ってちゃんと呼んでたんだけど、はいはいはい、そうで、みんながラッシーラッシー呼んでるのも、うん、乗りたいんだけどラッシーって呼ぶのはなんか失礼だなって思って、えクラシーって呼んでるっていうのが、まあ、前回に引き続き、そうですね、あ、そうなんだ、そうなの、お兄ちゃんみたいな、その最初につけないとちょっとこう気持ち悪いみたいな、なんでそうなんですね、そう、そう、なんかすごい本当にね、曲を作る、ね、人としてすごいリスペクトがあるから、うん、どうしてもね、そこはもうとんでもないですこちらこそですね、うん、いや、そっかそっか、嬉しいですね、はい、そんなメッセージもありながら、ありがとうございます。で、まあ、あとね、ミーダの活動としては、まあ、育児休暇じゃないですけど、うんうん、ちょっとこうお休みしてる時期も、うん、でもリリースはずっと続いてたじゃない、水面下で ね本当にありがたいことにずっとあったから、そうだよね、うん、でなのでそういう意味では配信リリースされてる楽曲なんかはすごくずっとこう絶え間なくシームレスにこう出てきて、うん、でただね、ワンマンライブ、うん、ライブに関しては、うん、一回その延期になって、そうそう、それがちょうどね7月末だったんですよね、うん、そうなんです、うん、
死んだいたフィーバーでのワンマンライブが、まあ、ライブ活動としては復帰ライブ。そうなの、うん、本当に久しぶりに、うん、半年ぶりくらいかな多分ね、ライブ自体、ライブ自体が、いやもっとか、去年の9月以来やってなかったから。あ、そっかそっか、本当に久しぶりで、うん、なんか不安で毎日毎日こうなんかだんだんなんか危なかったです緊張がすごくて。あ、うん、ほんと。でももうね、こうステージに立ったら、うん、あ、こうだわみたいな、あ、そう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 みたいな気持ちになってすごい楽しめたんで、よかった、いい復帰ライブになったね。あ、うん、素晴らしいですね。しかもアルバムのライブだったので、そもそも、あ、そうだよね、そう、アルバムの曲を初めて鳴らせて。そっか、うん、あのちょっと感慨深いというか、ファーストフルアルバムのね、ミーダが、去年の7月に、7月リリースだったんだ。そうなの、そっかそっか、それのレコ発っていうことで、そうだったんですよ、ライブがね、うん、なるほどなるほど、そうそう、だから去年の6月とかに僕らはグッバイエプリルとしては、ね、うん、ツーマンライブもやらせていただいたりしてたんで、ね、うん、そうだね、ライブって確かに間空くとね、うん、ドキドキしますよね。ねえでもグッバイ本当にやってるよね僕らは。そうだね、あのでもコロナ禍でやっぱり、うん、あのずっと配信ライブやってる時期があって、うん、そっから久しぶりにこういう観客ライブみたいなのをやりだした時は、うん、やっぱちょっと感覚が麻痺ってて、うん、あ、そうなんだ、怖かったっすよ。あ、それはメンバー共通でみんななんかあわあわしてて、ライブってどうやってたっけみたいになってて、うんうん、やっぱそれ取り戻すのに3ヶ月ぐらいかかったから、うん、そういうのはあるんだろうなと思うけど、なんかさ、そういうさ、そういう風になった時にバンドで、うん、誰がこう、おし、大丈夫、俺らはやれるみたいな風にこまいする担当みたいなのはいるの？それで言うと、あの角犬とかは別に割とひょうひょうとしてるっていうか、うん、あんまそういうのに飲まれないから、あ、すごい、全然楽しもうぜぐらいの感じで、で割とそういうの俺も言うんだけど、うん、俺もなんかね、あの直前までは全然大丈夫だよとか言ってメンバーに言ってんだけどいざ自分がステージ上がってすげえテンパってたりはするからそうなんだ、そうそう、その辺はそうだね、角犬とかは割とどっしり構えてるかもしれないですね。本当ね、大好き、みんなのこと、はい、もう本当あのいいメンバー、いやいや、なんかね、キキにこう収録に来た時とかももう、まあ、俺ら、まあ、歴も長いっていうのもあって、もうちょっとなんていうのかな、もう本当兄弟みたいになって、うんうんうん、もううるさいんすよね、喋りすぎだよ本当エンちゃん止まんないもんね、止まんない、まあ楽しいんでしょうね、やっぱね、最高、本当大好きそうそうそう、なんですよまあ我々はね、我々の話はいいんですけどこんなメッセージも来てました。ラジオネーム、はい、おたまじゃくしさんからです、はい、ラッシーさん、リスナーの皆さん、こんばんは。こんばんは、こんばんは、例年になく暑い日々ですが、夏バテなどしていらっしゃいませんか？しっかり水分補給などなどしましょう、うん、そうですね、うん、本当暑いからね今年ね、うん、で、今日のゲスト増田瑞希さん、子育てしながら音楽活動両立のコツなどありましたら教えてくださいねということで、どうですか、ここ僕もあの聞きたいです、すごく。両立はさ、なかなかできないというか、まあそうだよね、うん、どっちかはやっぱりこう比率減るよね。あ、10-10で最初はやろうと思ってたけど、10-10は無理だなってやっぱり思ったから、うん、まあ、そうだよね、うん、7-3とかやっぱりその、はいはい、フルマックスでどっちも働、うん、やることはできないから、うん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 、どっちもやれる範囲で やってる感じになってる。あ、でもなんかそれを楽しめるようになったというか、うんうん、なんか追い詰めなくていいマインドになれたから、よかったなと思ってるけど。あ、じゃあ最初のうちはちょっとこうやっぱこうさ、できないことの方が増えるから、はいはいはい、そうね、それと折り合いをつけるというか、あ、うん、うまく付き合うというか、このタイミングじゃないんだろうなってこう自分の中でこう解釈を変えるっていうか、はいはいはい、そう、あんまり焦らずにやれるようになってから、うん、そう、両立がすごくできるようになったというか。なるほどね、まあ、もともとね、その、うん、いろんな活動があって、そうね、ね、そのミーダとしての自身のリリースもありながら、うん、でもちろんライブもやっていて、でスタジオ機器の YouTube も、ね、うん、月に1回更新っていうか、そうだね、なんていうの、まあ、月に1回新しいゲストがっていうことでやって、うん、
ていたし、うん、さらにはこうギタリストとしてのライブサポートだったりとか、うんうん、そうだね、ね、っていう、まあ、本当に確かにそれを同じ出力でずっとやっていくっていうなるとね、うん、とはいえでもすごい今もリリースがいっぱいあったりとか、そうですね、ね、本当にそうそうそう、さっきちょっとちらっと聞いたそのね、ライブサポートだったりこれからもいろいろありそうなので、うんうんうん、まあ、そういう意味では、まあ、バランス取りながらっていうことなんでしょうね。そうだね、うん、あとやっぱり夫の岡本浩輝は ね、成人です、本当にもう本当だよね、すごい人ですよ、ね、はい、思う、これ、はい、すごい人なので彼がいるからサポートしているんで、はい、両立できてるのかなっていうところが、まあ、結局そこかも。そうか、いや素晴らしいよねそれは、うん、本当に実質的な部分でやっぱり助かってるから、うん、うん、まあ助け合い、こう、ね、分担し合いっていうかね、うんうんうん、いや素晴らしい、本当にいいですね、楽しみですこれからの活動も。ラジオネームおたまじゃくしさん、ありがとうございます、ありがとうございました、ね、もう一通だけいこうかな、はい、ラジオネームヤンズさんからいただきました、はい、倉科さん、皆さんこんばんは、こんばんは、明日2人は夏雲リリースおめでとうございます。まあ、明日っていうねタイミングでメッセージいただいてますが、増田瑞稀さんがゲストで来てくださるとのことでいくつか質問オーバー、ご自身の楽曲、バンドの楽曲、フィーチャリングの楽曲、それぞれの制作の違いはどんなところですか。はいはい、これね、そのまあデパートメントの2人とやるときとかとのこう、あとはミーダとして出すときの曲のこう、うん、差別化だったりみたいな話ですね。そうだよね、うん、さっき俺は勝手に個人的に聞いちゃいましたけどそソロの時とバンドの時ね、そう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 、やっぱあるんだね、うん、チャンネルがね、やっぱりあの、ね、明確なスイッチがないからこそ、うん、時間をかけてスイッチを入れていくっていうところでしか自分はなくて、はいはいはい、うん、なんかこう大きくこう、これはこう、これはこうってやるとさ、そこに閉じ込められちゃってさ、うん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 、なんかそれ自体で音楽のその幅を狭めちゃうかもしれないから、なんかそういうやり方が決め込みというかさ、ルールみたいのを作るのがどうしてもなんかこう音楽的じゃない気がして、うんうん、そういうのは作らないけど、こう解釈を深めることでどうなっていくのか、うん、その自分のマインドみたいな部分だと思うんだけど、うん、それをこう持っていくのに焦らずに、こう、あ、ここですねって腑に落ちた時にこう曲をちゃんとこう書くとか、はい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 、歌い出すみたいな、そういう風に解釈してるかな、制作の違いで言うと。なるほど、うん、それはじゃあ、うん、その、うん、個人として出す曲に対してもそうだし、うんうん、ザ・デパートメントのお二人と一緒にやる時も、うん、やっぱそういう自分の中で時間をかけて、うん、これはこうだなって見えたタイミングでゴーするみたいな、うんうん、はいはいはい、ね、分かる気がする。でもそうじゃない、結構そうですね、あの確かに自分の中でやっぱちゃんと納得できるというか、うんうん、自分に対して説明できる状態になって初めて、うん、例えば今回の曲もこのソロで出すとか、うん、まあ言ったらバンドでももちろんできるかもしれない、うんうん、そうだよね、でもやっぱそこにはバンドの今のモードだったりタイミングがあって、うん、いやこれは今ソロで出すことに意味があるんだってちゃんと自分で思えたから出せたみたいなところはあるんで、うんうん、そうだよね、そうだね、それがないとなかなか難しいかもしれない ね、うん、ね、そうだよね、大事なことな気がします、はい、それは、それからですね、ご家族が増ええー、ご結婚もされて娘ちゃんが生まれて変わったところはありますか、かっこきっと娘さんが少しずつ活発になることに感動しつつお忙しいながらのお仕事なのでしょうね、あ、まあ、ね、いたわってくださりありがとうございますまさにそういうね、うん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 、ね、変わったことか、うん、どうだろう、うーん、変わらないでいたいなっていうのは第一あるんですけどね、あ、まあでも、うん、どう、全然変わってないと思う、あ、本当そういう意味で言うと、うん、なんかそう、そういうのに左右されるような音楽を自分は作ってきたのかなっていうのを、はいはい、なんか一個軸があって、あ、なるほどなるほど、なんかそうだね、なんかその時の感情で書く曲とかはあると思うけど、うん、なんかうーん、そう、あんまりそれに左右されてない瞬間に曲って自分は作ってたから、はい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 、うん、ね、あ、でも、うん、分かる分かる分かるそういうなんていうかね、市場というか、うん、そう、云々抜きにしたところで、そう、ブレてないといいなっていうか、
あめっちゃわかる。全然そう、本当にそう思うし、うんうん、そういうマインドちょっと俺もあるかもしれないんで、うん、自分もそう思うな、ね、うん、そうだね、変わったことはたくさんあるけど、うん、そう楽曲作りに関しては変わりたくないなというか芯を持っていたいなって感じです。なるほど、はい、素晴らしいですね。あとね、うん、5月のグッバイエプリの危機の時、はい、あの我々のギターとベースの並び位置、うん、立ち位置逆だった、はいはい、確かにあの ステージの時と逆だったんですけど、うん、なぜなのですかって質問ありましたが覚えてないです ね。なんかあの便宜上のね、うん、なんかあの多分配線の立ち位置だったりとか、そうだよね、そと思うんで、うん、諸事情って感じだったかな。二、はい、うん、人は夏雲を FM のオンエアで何度か聞かせていただきました。お二人の歌声の雰囲気何とも言えず心に残り、うん、つい口ずさんでいます。今後のライブでの共演も期待していますといただきました、うん、ありがとうございます。ありがとうございます、ね、ぜひライブも一緒にやりたいですね、はい、うん、じゃあ、もうお時間来ちゃったので、うん、そうですね、まあ、あの今後のミーダとしての活動 の、うん、あの予定というか、うんうんうん、お知らせごとをちょっとぜひ教えていただければ、はい、そうですね、ミーダでのライブがまだ実はなくってなんですけど、うんうん、久しぶりにミーダ&ザ・デパートメントでライブがありまして、はい、これがですね、あのラフジンっていう ね、うん、もうねお兄ちゃんも、はいはい、いろいろとね進行をね深めていらっしゃるラフジンっていうバンドと、はい、実はバンドじゃないユニットと2ヶ月連続で配信リリースを今している最中で、ね、そう、そのコラボレーションの一環で9月の14日に、うん、はい、ロフト9でライブをすることが決まっています。楽しそうですね、はい、それもスタジオ機器でその生まれたコラボレーションの楽曲を、そうだよね、そう2ヶ月連続リリースしていくんだけど、まあ、その楽曲を多分ロフト9の、会場では演奏できるかなっていう。いいです ね、 ね、いや音源もめちゃくちゃ素敵なんで。いや、ありがとうございます。いいですね、はい、それですかね。あ、なるほど、まあ、あとは、うん、いい大丈夫、もちろんもちろん全然大丈夫、そう、ムーンライダースの、うん、鈴木圭一さんが最近始めた、鈴木松尾っていうユニットがあって、あのシンガーソングライターの松尾清則さんがと一緒にやってる最近始めたユニットで、アルバムをね、うん、そう先月出したばっかりなんだけど、そのアルバムの、はい、ライブが、ありまして、8月の20日、はい、にビルボード東京で実は自分がギターを、はい、担当させていただくことになり、すごい、ね、ちょっとわけわかんないんですけどなんでなんでお呼びがかかったのか本当にいやちょっとわからず、本人たちにねちょっとね聞いてみようかなって思ってますいいですね、はい、ビルボードで、まあ、それはギタリストとして、ね、うん、ステージっていうことなんで、はい、遊びに来てください。いや素敵、本当盛りだくさんですね、これですね、はい、まあ、あの子育てもありながら、うん、ね、あの自分のペースでという形で、うん、あのやっていくと思うので、皆さんもぜひあの注目していただいて、ありがとうございます、はい、じゃあ、今週はですね、あの、まあ、ミーダの曲をラジオの方ではお送りして、うん、あの、お分かりになっていると思いますけれども、まあ、引き続きあの2人は夏雲という、ね、あの曲も、まあ、夏の歌なんで、夏のうちにぜひ聴いていただいて、うん、あの涼しくなっていただければいいかなと思ってるので、ね、本当だ ね、そうそう、なんかあのそういえばちょっとこれは最後の余談ですけれども、うん、つい買ってしまうお気に入りのアイスやビール、スタバのカスタマイズなどありますかって質問を来てました。かわいい、いいですね。ね、スタバだと、はい、あのなんか俺パッションなんかわかんない、パッションフルーツみたいなやつか、うん、ありますね、そういうやつ飲んでる。あ、いいですね、うん、コーヒーがあんまり飲めないので。あ、そうなんだ。そうそう、アイスは普段食べる、アイス、うん、うん、食べる、たまに、うん、食べる。あ、本当、うん、もう僕はめっちゃ食ってますよ。あ、本当、アイスと。なんかありますよ、お気に入り。お気に入りのアイスですか。パルムのチョコミントですね、うん、あ、前週食べた食べた、あ、本当そう、なんかね、ミントって子供の頃あんま好きじゃなかったけど、大人になるとやっぱ好きになっちゃう。あ、分かる。しかもなんか大人になった気持ちにならない、なる、誇らしくならない、なんかこれを食べた自分のなんか。ああ、そうだねなんか分かる気がするな。あの最初にコーヒー飲めた時とか、うん、ビールが美味しく感じた時のさらに上位互換みたいな、あるよねそうなんですよ、
という余談で、はい、最後終わってしまいましたが、はい、ね、あの、まあ、今後ともバンドともども、はい、ぜひね、あの、何かしらお世話になると思いますけど、引き続きよろしくお願いします。ということで、今週来週のゲストコーナーはミイダこと増田瑞希さんをお迎えしてお送りしました。瑞希ちゃん、ありがとうございました。ありがとうございました。で、映像の方もぜひゆっくりご覧ください。ありがとうございました。ありがとうございました。